お世話になります。一人でございます。私ですね、普通に生きてたらなんか DM いただきまして、それで開いてみましたら大体がエッチなスパムアカウントから来るんですが、おそらく視聴者さんから突然シリアルコードの DM いただきました。使ってあげてください、未使用ですの一文だけでめちゃくちゃ優しい方で、しかも何の見返りも求めず優しすぎる方なんですが、なのでせっかくなんでね、ちょっと動画化させていただいて受け取らさせていただきたいと思います。しかもこれ EV のシリアルコードなんですけど、なんかこれ各地のイオンの一部の限定の店舗で配布されたやつで、私が住んでる県では配布を行われておらず、大体の地域が西寄りなんで、わざわざ足を運んで受け取るのもちょっと大変な地域だったんですよね。なのでめっちゃありがたいんで、ちょっと受け取らさせていただきたいなと思います。しかも EV だからね。はい、受け取っていきましょう。不思議な贈り物からシリアルコードで受け取る。で、ちょっとご連絡いただいてからね、もう2週間以上経っちゃってるんですけど、返信自体は結構早めにしたんですけどね、ちょっといただけるかちょっと入力してみたいと思います。ということで行きましょう。入力したんで。さて、もらえるか、まだ受け取ってないかな、ちゃんと。声来たー、ありがとう、マジありがとう。すげえわ。ガチ優しい方だな、本当に。俺がちょっと返信遅れちゃったから、もういいやっていう感じにならずに、ずっと提示してくださった。ありがとう、マジありがとう。しかも EV だから、汎用性高すぎだし。多分これかな。まあまあが3つで、ダメかも、素早さ。これいいじゃん。見ていこう。強さ見る。EV。あ、テラスタイプノーマルで、親一人になるんだ。これで合ってるよね。で、手助け欲しがる砂掛け電光石火。で、特攻上がって特防下がる性格の特性逃げ足で、野生のポケモンから必ず逃げられるやつで。はい。あ、2024年9月21日、ポケモンイベントでレベル10の時に運命的な出会いをした。あ、ポケモンイベントで出会ったことになるんだ。へえ、そうなんだ。現地で受け取るから。まあそういう感じなのか。リボン。あ、元気の証来た。元気いっぱいのポケモンである証。いいね。めっちゃいいじゃん。で、親名が自分になってるのがね、この配布いいよね。間違えて逃がしちゃいそうな感じだけど。サイズ証ついてるか見ていこうよ。はい、ついてるか。元気いっぱいだから、めっちゃでかいんじゃね？多分。それが逆に小さいけど元気だよ、みたいな感じで。そうなってるか。標準かい。で、さらにシリアルコードもう一個あって、進化に役立つ道具セットということで、ああ、これ、そっか、EV をもらって、さらに EV を進化させてくださいっていうことか。それで多分、もらえるんだと思いますね。シリアルコードで受け取るで受け取っていきましょう。はい、行きましょう。来てくれ！炎の石、他、プレゼント。珍しいな、この表記。炎の石がメインなんだ。受けるわ。初めてだわ、そんな。はい、なんだろう、具体的に中身全部もらえるのかな。石系見てみよう。はい、炎の石、雷の石、水の石、リーフの石、ここ氷の石、安らぎの鈴。あー、安らぎの鈴で夏気度上げろってこと。すご、豪華だね、めっちゃ。まあ、ということでね、こんな家にいながら珍しい配布受け取らせていただけるのはありがたい限りですね。しかも私何も要望してないのに、先ほども言いましたけど、見返りも求めずお恵みくださったので、生きてればいいことありますね。こんな優しい方にはね、お礼として私が美味しい VR ベースでも作って差し上げたいですね。